こんにちは、翔太です。今回は新しく来た F リート討伐戦をやっていこうと思うんですけど、まずは、今の私の状態を話していこうかなと思います。ゼアノトはレベル38まで来ました。もう次のレベル上がるまでがだいぶ果てしないですよね。で、一番威力の高いカードだけ見ていくと、赤の、光がミッキー24。めっちゃ弱いっすよね。で、緑の光が27のケアル、ティンカーベル。青の光が、アリエルのブリザードになってて、で、赤の闇が、レッドノクターン、威力18。緑の闇が、イエローオペラ、威力21。で、青の闇がブルーラプソディ、威力30とかいう感じになってます。まあ、これだけ見ると、私、最大威力30なんですね、今思えば。よう頑張ってますね なので、正直レベルだけでご利用するゲームっていうことが分かってもらえると思います。それでは実際挑んでいくんですけど、手動だと結構勝てるんですけど、オートだと最後のところで、ちょっと火力負けしてしまうところがあって、たまに負けてしまいますね。リロードだけちょっと手動でやらないと厳しいかもしれないです。途中までは結構余裕なんですけど、まあ私ももっとガチャをぶん回してプラス10とかを量産していけばもっと楽になるとは思うんですけど、さっき動画も上げたんですけど、まだ引く時じゃないなと最近思い始めてきて、チケットを100枚ぐらい集めてからまとめて引こうかなって気分に今なっているんで、ちょっと今そういう感じで頑張ろうと思っています。で、ちょっとここから長くなってくるような気がするので、倍速かけますね。14戦目にたどり着くまでちょっと倍速かけていきます。はい、ラストバトルまでやってきました。リフィートのレベル40で、まあ結構強いです。普通に油断というか、運が悪ければ普通に負けます。まあ、ただ、クリア自体は1回でいいので、全然お守り使ってクリアすればいいかなと思います。本当にもう敵にワンパンされるとかじゃなければ、お守り使ってクリアするのがいいのかなと個人的には思っております。あ、今回勝てそうですね。もう威力、私でも100とか食らうので、普通にお守り使ってクリアが無難かなというふうに思います。今回は、まあ、ここまでにしようと思います。これからもダークロードの動画どんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。